先端は 75mm 砲の方針機109は第二次世界大戦時の第二本帝国陸軍の試作戦闘機。4式重爆撃機、飛竜をベースに合計 75mm の降射砲を航空機搭載砲として装備した IB-29 の溶撃機として開発された。1943年、機67の大型機としての運動性の良さに、 注目した陸軍により防空戦闘機に改造する指示が出された。そして1944年には機種に保護101を装備し B-29 の防御火機の圏外から一撃必ず対を狙う機体としてさらに開発が進められた。保護101は乗員が一発ずつ再装填して発射するもので搭載弾数は15発だった。 本機は1944年8月に試作1号機が完成し、10月に44機の発注がなされた。試作2号機以降では、5情報及び側面銃座は廃止されていた。また、試作1号機では、特量ロケットを元の爆弾層内に装着し追尾時の補助エンジンとする実験を、試作2号機では、高高度性能向上のために排気タービンの装備の試験をしたが、 実用化されずに終わった。終戦まで22機が生産配備され、試作1号機及び2号機が実戦テストとして B-29 の擁撃に参加したが、高高度性能不足のため当初の目的である迎撃任務では、指したる戦果を上げることができなかった。そのため、大部分が本土決戦時の敵の上陸用終艇攻撃用に温存され、そのまま終戦を迎えた。 ありがとうございます。